どうもテヘラクルです。今日もミンゴルやっていきましょう。9時、まあ今夜中の6時35分、8時35分で、9時からアメバテレビでメゾン一国やるんで、ちょっとそれ見ないといけないんで、まあその間ミンゴルやろうかなと思ってます。その間のミンゴルと。で今どんぐらい溜まってる、1個か、あと5分でもう1個か。そうですね、ちょっとクローゼット2回やろうかな。そしたら曲げていこう。曲げの曲げ、よし、フル装備ですね。これでいきましょう。でまあどの道5アンダー取らないと、まあこのサイドスピン杯は終われないので、まあ、それだけはやっていこうかなと思ってます。やっぱ難しいよね。まあ中を通すにしても曲げるにしても今回のゲームは難しい。で次で、1,2,3,4,5,6,7 で、弱め OK、 曲がる、どれぐらい近づけた？ 5m、 まだいけたか、まだいけたな。これでいいはず、これでいいはず、入るはず。よし、OK。はあ、とりあえずは、最初の難関は突破。まあ、3ホールとも難しいんですよ。3ホールともね。ラウンドじゃなくて、よろしくと。なのでまあ時間からして2回かな。このサイドスピン杯は2回、まあやることになるかなと。まあ9時からメゾン一国見ないといけないんで。どうだろう、ラウンド。あそこにいるね。風神様と雷神様があそこにいますね。梅沢院、風神様と雷神様がやってきました。もう一人いるのかな。もう一人はここにはいないか。じゃあ風神雷神待ちですね。いや、音楽はこのままにしよう。ちょっと音楽一瞬変えようと思ったんですけど、まあ今すごいいい状態なのでこのままいきましょう。風神雷神がピクリとも動かないんですけど、これほんと時間なくなっちゃうんで、メゾン一国始まっちゃうんでお願いしますよ。2回やらないといけないんで今から。ちなみに編集しないんで無編集でやってきます、いつもの通り。まあ、編集した方が、まあ、面白い
面白くはないかも、自分の動画は面白くないかもしれないけど、まあ編集しても編集しなくても変わんないとは思うんですけど、なんていうかリアルなタイムも大事かなと思うんですよね。ベスパッツ、はい。次のホールは真ん中、真ん中やめて、真ん中はダメ。あー、そっちか、そっちもダメ、そっちもダメなんだな。これね、真ん中通す方法があるんだけど、これはまずいな。コウケさん、コウケさんすげえ、コウケさんすげえな。これそのままコウケさん、おお、みんなそんな感じだよな。タイガードライバー見ようか。タイガードライバー見た。一個右なんですけど、ただまあこのぐらいにしとくか。とりあえずギリギリを目指そう。これでいい。まあもうしょうがないね。 OK、待とう。ガサるな。よし、頑張ったぞ。もうちょい強めか、いやちょっとよくわかんないな。うわー、これぐらいかな。これしかも向こうは向こうであれか、だからあっちに行って終わりにするみたいなことか。これでいいはず。大丈夫だね。ダメか、くそ、マイナス4か。もう嫌だ、本当に嫌だ。あー、もう嫌だ。いつになったら取れるんだよ、5アンダー。はい、参ったな、参っちゃったな。あとは終わりか。最終ホール。今のはね、難しかったな。また難しかったな。強めだったな。もう本当に、ここ、ちょっともう本当あれだ。この辺か。んで、超スピン。まずいな。これぐらいでよくて、で強め、もうこんぐらいか。 OK、 外れた。ちょっとまずったか。まあそしたら外すか。このぐらいかな、多分ね。で多分これでいいと思う。入らなかった。まあもういいや、3か。最後も問題だな。最後もちょっと7m 離れたら入らんわ。今8時44分だから、まああと1回ですね。
もう一回けど全体を通したら悪いところはなかったと思う。8かな、次は8かな。あと1人。おー、終わり。ベストドライブ264。よし。はい。1位を取ったという、まあ、ことで、嬉しいか嬉しくないかで言ったら嬉しい。はい。じゃあまあ、チケットが1枚回復したので、もう1回同じパターンでいこう。曲げるパターンで。曲げるパターンでやっていきましょう。うん、あと15分あれば、まあ十分かなと。まあ1回につき10分ぐらいだと思うので。で、ここは普通に打つ。それでその次が超スピンで1,2,3,4,5,6,7,8 までいくか。9はダメかな。でめっちゃ弱めでいこう。めっちゃこれ弱すぎだな。弱すぎだけどこれぐらいがいいか。ほい。よし、すごい。これはすごい。スーパーショットです。これ今までで一番いいショットが打てたような気がする。とりあえず最初の難関は突破しました。なんとしてでも5アンダーは取りたい。タイトルなんだよな。サイドスピンハイに首ったけっていうタイトルでシリーズ化してなんか動画投稿してるんで、せめて5アンダーは取らないと、なんかそのしょぼいじゃん。まあなんていうか、自分の動画はしょぼい動画なんですけど、そんなお金もかけてないしね。まあ課金も多分3万やってないぐらいのしょぼい、まあ、動画、まあほぼ無課金ですよ。ほぼ無課金プレイヤーなんですけど、ただその今回のサイドスピンハイに関しては技術がこう前面に出てるやつなので、曲げるにしても曲げないにしても、まあ金持ってるやつが勝つっていう、そういうシステムには少なくともなってない。だから曲げて勝つっていうところを、曲げて5アンダー取るっていうところをちょっと見せられたらいいなと思ってやってるんですけど、めちゃくちゃ難しいですよね。めちゃくちゃ練習したのに全然できないし。はい、次行こう。時刻は8時48分、あと12分。まあ間に合うでしょう。よし、ここは大丈夫。超スピンで普通に打てばよかったかな。確か。強めでいいぐらい。強めで打つぐらいか。問題は。こんぐらいか。いいはず。OK。3.2m。もうちょい強めか。けどまあ、うわー、ちょっと入りそうにないな。ここかな、ここかな。ちょっと上行きそうだけど、これでいいか。下に行かない、これでいいや。全力じゃないな。これでいいはず。
うわっ、あーもうまたまたか、嘘でしょ、ここ難しいよ、もうダメだ、またまた取れない、また取れない、5アンダーがまた取れない、あーあーダメだ、しょぼいしょぼいプレイヤーだ、すいませんすいません、もうこんなやってんのにダメって、本当ダメだ、ちょっとやばい、またダメでした、すいませんでした、あーただ、超スピンかけて、どっちにしてもこれで一回終わりにします、9時からメゾン1個あるんで、で 7m でしたね、 7m だから、まずこうやって 7m も外れるっておかしいんだよな、でここぐらいまでやって、もう絶対大丈夫、 7m は絶対大丈夫で、強めか、うん、まあ、4アンダーは確率かな、4アンダーは確率、あー悔しい、悔しいんですよもう、んでこんぐらいか、絶対入る、4アンダーがこれで3つになるのか、うん、4アンダーが3つになった時のランキング見たいでしょう、皆さん。見せますよ。5アンダー取れない、ほんと。明日、まだ明日時間あるから、まあそれまでになんとか、サイドスピンハイ3回は5アンダー取って動画を終わりにしたいなと思います。他のどうですかね、 YouTuber で、ミンゴル配信してる人たちはサイドスピンハイ5アンダー余裕で取ってるんでしょうね、余裕で取ってるんだと思いますよ、曲げてね、しかもね、まあそういう人たちにせめては、せめてそのぐらいまでは並んでいかないとダメでしょううん、ああそうだ、曲げて5アンダー取るっていう動画と曲げずに5アンダー取るっていう動画、両方ね、両方出さないとね、ミンゴルの動画配信者としては失格だと思います、つまり今自分は失格という位置にいると間違いないです、ちょっとね、17,725位、ちょっと見ますか、ランキングスコア一覧、じゃないランキング詳細、マイナス22の人がいますね、マイナス22の人いますけど、マイナス11か、11なんだよな、うぞうむぞうの、18がいて15が、まあ4人か5人かだから、マイナス15取るの相当難しいんですよね、で15取れれば1500以内には入れると、で18取れば195位には入れるでしょうけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、あと6分あるんで、あと6分あるから、まあこっちの話ですね、あと6分は、ちょっとやりますか、ツアーでゴルフ、うん、まあ、降格したところ見ますか、降格、今日も頑張りましょう、あ降格しました連絡はない、でどうっすかな、はい、お呼びですか、ツアーに出発、
クローゼット、とりあえずツアー用に着替えますか。これツアー用かな、音量発揮。うん、まあこれツアー用ですね。よし、 OK。 じゃあ行こう、一試合だけやります。誰にしようかな。あー疲れた。マイナス3、マイナス4、マイナス15は取りたいな、せめてね。うん、レッツゴー。3回取んなくちゃいけないのか。パー5、さあむずいな。よろしく、よろしく来た。おお、ちなみにもう一回挨拶したらこれどうだ。お、やるね。まあなぜなら関係ないからね。今から霊砲ぶっ放して、そっか、霊砲一発しかないのか。ここだね。はいっと。やべ、調子こいた。ナイスショット。しかも弱い、まずいな。なんとかして、なんとかして、なんとかして、オッケー。うー、首の皮。首の皮。始めます。次何を使う？あと3分か。まあこの試合だけですね。うん、よく考えたらホーミング持ってない。あー、まずいなこれ。ホーミング持ってないんじゃない？持ってるか、ホーミングは持ってるのか。ライジング持ってないのか。ナイスショットです。よし、じゃあ決めていこう。よいしょ、よいしょ。オッケー。ナイスショット。ギリ製かな。うわ、よし、オッケー。まあ相手はセコチかな、どうでしょう。あー、まあどうするかは見ますか。あ、超チャンスショットあるじゃん。狙ってくるか。セコチかな。うん、迷ってんの。セコチか。まあいいか。ナイスショットです。どうだ。うおっと、止まった。ってことは勝ちだな。2-4-1。あ、じゃないな、クルパされたら終わりか。クルパされたら終わりと。
まあ超チャンスショットは関係ないですね、ここは。ああ。ってことは勝ちだな。まあいい相手でした。あ、9時になった。はい、今日のミンゴルはこんな感じですと。うん、もう開けよう、開けちゃおう。今日も頑張りましょう。いいの来るかな。祭り、はい、ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。